では、今日施術する場所を一緒に決めていきたいと思います。ちょっと右手でお鏡持ってますか。はい、今日の範囲が頬なんですけども、まずここ2、3ヶ月で新たにできたニキビってありますか。はい、そうですね、こことか、ちょっとここ、失礼しますね。あとはよく繰り返す場所とかってありますか。この辺を繰り返して、あとこことか、そうですね。ちょっと毛穴にやってあげるとニキビができにくくなるんですね。はい、姿勢も破壊するので。なのでちょっと赤みがある毛穴も何箇所かつけてみてもいいですか。そうですね、このあたりとこちらを治療していきますね。はい、ありがとうございます。ではこれから治療に移ります。高周波ニードルなので、刺す時の痛みと、あと通電する時の痛みがあります。ちょっと軽く振動を加えるんですが、一旦失礼しますね。こんな感じで振動を加えながら、針を刺していくので、この振動に注意を向けてていただくと痛みがいくらか楽になりますのでね。はい、もし辛ければ教えてください。はい、じゃあ顔をまず左に向けますね。はい、ここから始めていきますね。はい、この振動に注意を向けてください。せーの。痛みどうですか？大丈夫です。大丈夫ですか？もし炎症があるところはちょっと多めに刺します。いきますね。マーキングを拭き取っていきますね。一旦お鏡の方を確認していただきますね。また先ほどのように確認していただいて、まあ、治療した箇所ですね、このように赤み出ておりますが、通常の反応です。だいたい数日から1週間ぐらいはちょっと赤みが続くかなと思うんですけども、時期にまあ引いてくるかなとは思います。少しこう色素沈着する場合もあるんですけども、ちょっと時間が経過しながら落ち着いていくので、紫外線浴びないように日焼け止めをしっかり塗るようにしてください。はい、あとは洗顔お化粧は明日から可能になりますね。はい、そしたらちょっと炎症剤を薬に塗って最後おしまいになります。お疲れ様でした。